イアン・ウィリアムスは、オーストラリア出身の元ラグビー選手、オーストラリア代表及び日本代表、弁護士。日本代表初のアラビーズ経験者、そして第43回全国社会人大会で、約50メートルを独走し、伝説のトライを決めた選手として有名である。来日前には、ラグビーオーストラリア高校代表、そして、ラグビーオーストラリア代表に選出されたほど、 オーストラリアでも実力は認められていた。オーストラリア代表では1987年から1990年の間にキャップ数17を記録している。1988年にはオーストラリアの年間最優秀選手にも選出され、翌1989年にはブリティッシュアイリッシュライオンズと対戦、南アフリカ協会設立100周年記念の 世界選抜にも選出された。トリッキーな動きが魅力のデイビッド・キャンピー・ジトは対照的にランニングスピードで勝負する快速 w t v でもあり世界ベスト2ウィングにも選ばれた。ラグビーの傍ら、オックスフォード大学にも留学し、弁護士資格を取得した。ケンブリッジ大学との定期戦にも出場したことがある。 ラグビーワールドカップに出場できるだけの実力も持っていたが、活躍した時期が1987年第1回 W 杯と1991年第2回 W 杯の谷間の時期だったことと、オックスフォードへの留学、怪我、そして当時のワラビーズ監督だったボブ・ドワイヤーとの確執などが相まって、ワールドカップへの出場は果たせなかった。1989年に来日し、 神戸成功に入社した。当時、社会人チームに加入した外国人選手については、1年間の社業業務を務めなければ公式戦に出場できないという日本ラグビー協会の規約があり、ウィリアムスも1989年度のシーズンには出場できなかった。翌1990年度シーズンより出場し始め、持ち前の快速を生かして、 初期の神戸成功を本気を支えた。その後、1991年から1993年にかけて神戸成功の副将も務めた。また、ワラビーズ経験者として初めて日本代表にも選出され、キャップ数1を記録した。1994年限りで現役引退。引退後は弁護士となった。もともと、 神戸成功に入社したのもラグビーよりは弁護士業に役立つビジネスキャリアを積むためだったという。オーストラリアと日本の官民連携パートナーシップを得意分野としているを法律面から支える弁護士として活動。2015年現在はハーバートスミスフリーヒルズ外国法事務弁護士事務所に所属している。中日オーストラリア大使館との仕事も担当している関係で 来日する機会もしばしばである。卓越したプレーも、さることながら、ファイティングスピリットや、紳士的なマナー、そしてリーダーシップも発揮し、日本のラグビーファンからも愛された。元衆議院議員の坂口直人とは20年以上の付き合いがあるほか、参議院議員の牧山博恵、フリーアナウンサーの土川由香、元プロ野球選手のトーマス・オマリーなど、日本でも友人が多い。 イアン・ウィリアムズが日本のラグビーファンの記憶に残っているのは、1991年1月8日、秩父宮ラグビー場で行われた第43回全国社会人ラグビーフットボール大会決勝戦神戸聖光対山陽電機の一戦である。全国社会人ラグビー3連覇をかける神戸聖光と、その時点で5回も決勝に駒を進めながら、 未だ優勝経験のない山陽電機では、ケバヒョ表は圧倒的に神戸成功有利だった。ところが予想に反して試合は山陽電機のペースで進み、後半40分の時点で12から16とリードをされていた。後半のインジャリータイムに入った41分頃、山陽電機の選手がタッチに蹴出した瞬間、宮地勝美監督は立ち上がり、勝利のポーズを見せたが、 主審のマシモノボルはノーサイドの笛を吹かず、そのまま試合は続行。後半43分ごろ、本来フルバックだが、このシーズンは WTB で出場していた、綾代隆をライン参加させ、ゲインラインの突破を図るものの、三洋電気ディフェンスに見破られ、ハーフウェイライン上でラック状態となってしまう。 その状態から素早くボールを出した神戸成功は、ナンバー8の大西一平が縦をついて、ラック状態へと持ち込むと見せかけて、スクラムハーフの萩本光武が素早くボールを出し、これを、スタンドオフの矢吹博之がつないで、センターの平尾誠治へ、ワンバウンドパス。このパスが、山陽電機ディフェンス陣に動揺を与え、一瞬山陽電機の選手が立ち止まってしまう。 その状態から平尾がついに切り札ウィリアムスへとパス。ウィリアムスは約50メートルを独走。一方山様もワテソニナモアが懸命にウィリムアスを追うがゴールエリア付近で振り切られ、ウィリアムスは細川高広にコンバージョン決めやすくさせるためゴールエリア中央へと回り込んでトライを決めて16から16の同点となった。まだトライした時点では 両者優勝の状態であり、日本選手権出場権規約により、トライ数の多い山陽電機が出場権を握っていたが、細川が冷静にコンバージョンキックを決め、18から16と試合を逆転した瞬間にノーサイドの笛が鳴り、神戸成功は奇跡の全国社会人、ラグビー3連覇を達成した。ありがとうございます。